な下ベロがあるんですけども、その下ベロがどう。分かんない、もう行きますよ。これだけよく動きますよということで、体をやはり餌を取るときに制御してるんじゃないかということは考えられるんですね。はい、そろそろよろしいでしょうか。間もなくですね、報道の方終わるの、はい、います。でそれが実はサメの種類によって全然違う。もうキモカワですね。キモカワ可愛かったです。もう丸いから全体的に、ね、丸いフォルムが、ね、顔潰れてたね、気持ち悪い。意外と綺麗で匂いとかもそんな感じなくてびっくりしました。かなりすごく色は綺麗ですね。肝臓がもっと他のサメはどんなに見える形になるかと思います。